荒川区保健所健康推進課栄養士の石井です。荒川区保健所では子育てハッピー講座で赤ちゃんの離乳食の進め方についてのポイント解説と調理実演を行っています。今回は一番お母さんが知りたい離乳初期から中期を中心にお話と調理でポイントを解説していきます。赤ちゃんは母乳や育児用ミルクを飲んで成長していきますが、成長に伴って母乳や育児用ミルクでストックしてくるエネルギーや栄養が出てきます。これらを食べ物から取る過程を離乳と言います。時期的には生後5から6ヶ月頃から約1年かけて食べ物を口に取り込む、飲み込む、塊を噛みつぶすといった食べるための機能を学び発達していきます。では赤ちゃんの発達の時期に応じた離乳食の進め方の基本を解説します。まず離乳食を始める前に赤ちゃんの様子をよく見ることが大切です。実は赤ちゃんは離乳食がスタートできるよというサインを出しているんです。スプーンを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる、首の座りがしっかりして寝返りができ支えなしで座れるようになる、食べ物に興味を示すようになる、このような様子が見られたら離乳開始のサインです。母乳や育児用ミルクでは足りなくなる栄養もあるので、できるだけ生後5から6ヶ月頃に始めていくと良いでしょう。また子どもの発育や発達には個人差があるので、わからないことがあれば保健所の栄養士までご連絡ください。次に赤ちゃんの離乳食を作るときは食品衛生の3つの約束を守りましょう。1つ目です。調理する前には石鹸でしっかりと手を洗いましょう。2つ目です。冷凍保存などの作り置きを与える場合はしっかりと再加熱しましょう。冷凍した離乳食の期限は1週間が目安です。3つ目です。食べ残しは与えないようにしましょう。離乳の進め方の目安は発達に応じて離乳初期、中期、後期、完了期の4つのステップがあります。それぞれ離乳食を食べる回数や調理形態が変わっていきます。続いてのレッスンではお母さんが関心の高い離乳初期から中期のポイント解説と実演を行っていきます。一つ目のステップは離乳初期です。おおよそ5から6ヶ月頃が目安です。この時期の赤ちゃんのお口の中では舌が前後に動くようになり、食べるときに口を閉じて取り込みや飲み込みができるようになってきます。まだ噛んだりすることはできませんので、その必要がないように滑らかにすりつぶした状態にします。硬さの目安はヨーグルトくらいの滑らかにすりつぶした状態です。離乳食は1日1回与えます。新しい食品を始めるときには離乳食用のスプーンで1さじから与えます。赤ちゃんの様子を見ながら量を増やしていきます。赤ちゃんの体調などの困りごとがあったときに病院に相談しやすいよう、午前中または午後の早い時間に離乳食を与えるようにすると良いでしょう。母乳や育児用ミルクは離乳食の後に授乳のリズムに沿って飲みたいだけ飲ませます。最初はお粥から始め、お粥に慣れてきたら野菜ペーストを与えます。さらに慣れたら豆腐や白身魚、固ゆでした卵黄なども与えていきます。新しい食材は同時にスタートしないようにしましょう。体調がおかしいなと感じた時に何が原因か分からにくくなってしまいます。離乳の開始時期は
調味料は必要ありません。素材そのものの味を経験していきます。離乳食はこれをチェック。赤ちゃんに最初に食べさせるときは、赤ちゃんの姿勢を少し後ろに傾け、スプーンを下唇の上に乗せて、赤ちゃんが自分で離乳食を取り込むのを待ちます。上手にできたら、おいしいね、上手だねと声をかけてあげましょう。離乳を始めて1ヶ月を過ぎ、口を閉じてごっくんと飲み込めるようになったら、離乳中期にステップアップしても良いでしょう。ではここで離乳初期のメニューを実演。調理には離乳食でよく使うすり鉢や小さめのこし器など、これらの道具を使います。最初にご紹介するのは、離乳食の第一歩、つぶしがゆ、10倍がゆです。今回は炊飯器での作り方をご紹介します。米大さじ2に対して水 300ml の割合で作っていきます。炊飯器のおかゆモードで炊いていきます。炊き上がったものがこちらです。この状態ではまだ粒があるので、すり鉢とすりこぎですりつぶしていきます。すりつぶすのはすり鉢の他にも、ザルで裏ごしする方法もあります。仕上がりによっては重湯や湯冷ましで調整してください。トロトロしたヨーグルト状になったら、つぶしがゆの完成です。冷凍する場合は製氷皿などに入れて冷凍し、1週間くらいで使い切るようにしましょう。続いてご紹介するのは野菜ペーストです。おかゆに慣れてきたら次に与えるメニューです。今回は人参、玉ねぎ、じゃがいも、キャベツを使います。野菜は自宅にあるアクの少ない野菜を使ってください。野菜は大きめに切って加熱すると加熱ムラがないので大きく切っていきます。じゃがいもは4等分くらいに切ります。次に玉ねぎですが、こちらはこれぐらいの4分の1サイズで十分です。キャベツは芯の太い部分は取り除きます。あとは大きく4等分ぐらいにして大きめのまま使います。人参は大きめに乱切りします。野菜を鍋に入れ、かぶるくらいの水を加えて1時間程度柔らかくなるまで煮ていきます。1時間程度煮たものがこちらです。じゃがいもは柔らかくなったら途中で取り出しておきます。では人参をすりつぶしていきます。今日はこちらの小さなザルを使っていきます。ザルの裏側についたものも取りましょう。このままでは水分が少ないので、ゆで汁を足していきます。ゆで汁がない場合は湯冷ましても構いません。軽く混ぜ合わせたら人参ペーストの完成です。続いて玉ねぎです。茶こしを使ってすりつぶしていきます。玉ねぎは水分が多いので、裏ごししただけで食べることができます。とろみや甘みもあるので、玉ねぎは食べやすい食材の一つです。
キャベツは大きめのザルを使ってすりつぶしていきます。キャベツは繊維がしっかりしているのでしっかりと裏ごしをします。ザルの上に繊維が残りますが裏ごしされたものだけ使います。キャベツは水分があるので茹で汁を足さずにこのままで食べることができます。最後にじゃがいもです。熱いうちにラップを使って手で潰していきます。このままの状態だと水分が少ないので茹で汁を足して混ぜ合わせればじゃがいものペーストの完成です。すりつぶした野菜は冷凍保存することもできます。2つ目のステップは離乳中期です。おおよそ7から8ヶ月頃が目安です。この時期の赤ちゃんのお口の中では舌が前後に加え上下にも動くようになってくるのでだんだんと粗つぶしにしたり刻んだりして形のある状態に進めていきます。硬さの目安は絹ごし豆腐くらいの舌と上あごで潰せる硬さにします。離乳食は1日2回にして生活のリズムを確立しましょう。母乳または育児用ミルクは離乳食の後に与えます。この他に授乳のリズムに沿って母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは1日3回程度与えましょう。主食、主菜、副菜を組み合わせた食事にします。生後6ヶ月を過ぎると鉄やビタミン D が不足しやすいという報告があります。適切な時期に離乳を開始し鉄やビタミン D の多い食品を積極的に取り入れたり育児用ミルクを離乳食に活用すると良いでしょう。魚は油の少ない白身魚から赤身魚、肉はささみや赤身のひき肉、卵は固ゆでした卵黄から全卵へと種類を増やしていきます。塩、醤油、砂糖などを使う場合は食品の持つ味を生かしながら薄味で調理します。バターなどの油脂類も少量なら使えます。離乳食はこれをチェック。卵や乳製品などのいろいろなタンパク源を進めていくにあたって食物アレルギーを心配する方もいると思います。しかし食物アレルギーを心配して離乳の開始や特定の食品を食べる時期を遅らせても食物アレルギーの予防効果があるという科学的根拠はありません。また成長に必要な栄養も足りなくなってしまいます。食物アレルギー対応の必要性については自己判断せずに必ず医師の診断に基づいて進めていきましょう。ではここで離乳中期のメニュー実演。子育てハッピー講座で作っている離乳中期の2つのメニューをご紹介します。まず白身魚と野菜の旨煮です。材料は白身魚、ナス、トマト、だし汁、醤油、水溶き片栗粉です。白身魚はタラやカレイ、塩抜きしたシラスなど脂肪の少ない魚がおすすめです。今日は刺身用のタイの柵を用意しました。だし汁は鰹節の天然だしを用意しています。白身魚に小さじ1杯程度の水を入れラップをして電子レンジで1分30秒程度加熱します。野菜の下処理を行います。ナスは皮を剥いて5ミリ角程度に切り水に浸してアクを取ります。トマトは皮を剥きます。皮は湯むきや丸ごと冷凍したものを水につけて簡単に取ることもできます。種を取って粗く刻みます。
鍋に水切りしたナス、トマト、だし汁を入れて弱火で柔らかくなるまで煮ていきます。目安は15分程度です。煮ている時間を使って先ほどレンジで加熱した魚をほぐしていきます。この時切り身を使っている場合は皮と骨をしっかり取り除くようにしてください。つぶし加減はお子さんに合わせて細かくしたり大きめにほぐすなど調節してください。魚を食べ始めたばかりの頃はすり鉢などですりつぶしながら湯冷ましを加え滑らかな状態にすると良いでしょう。野菜が十分に柔らかくなったらほぐした白身魚を加えていきます。魚やトマトの旨味でこのままでも美味しいですが、今日は醤油を入れ香り付けをしていきます。最後に水溶き片栗粉を回し入れ、ひと煮立ちさせたら白身魚と野菜の旨煮の完成です。今回は魚を使いましたが、豆腐や肉に変えても美味しくできます。続いてご紹介する離乳中期のメニューはさつまいもとりんごの重ね煮です。材料はさつまいもとりんごです。さつまいもをカットします。さつまいもの内側の線のあたりまで皮を厚く剥いていきます。切ったさつまいもは水にさらしておきます。りんごは皮を剥き大きめにカットします。鍋にさつまいもとりんごを入れ、かぶるくらいの水を加えて煮ていきます。蓋をして40分程度火にかけます。40分程度煮て柔らかくなったら火を止め、そのまま冷まして粗熱を取ります。赤ちゃんが食べやすい大きさに潰していきます。このようにフォークなどで簡単に潰すことができます。包丁で刻んで潰すこともできます。潰し加減はお子さんの食べやすい大きさにしてください。さつまいもとりんごの重ね煮の完成です。そのまま食べても良いですが、ヨーグルトと混ぜ合わせるのも美味しいです。ちなみに残ったさつまいもの皮は大人用のきんぴらにアレンジするのもおすすめですよ。最後のレッスンは離乳後期と完了期についてのポイント解説です。3つ目のステップは離乳後期です。おおよそ9から11ヶ月頃が目安です。この頃の赤ちゃんのお口の中は舌が前後上下に加え左右にも動くようになり、口に入ってきた食べ物を左右に寄せて歯茎で潰すことができるようになります。野菜は柔らかく調理してあまり細かく切りすぎないようにします。硬さの目安はバナナぐらいの歯茎で潰せる硬さにします。1日3回食にします。離乳食の量は食欲に応じて増やします。手づかみ食べもできるようになります。手づかみ食べはこの時期に積極的にさせたい行動の一つです。赤ちゃんは食べ物を触ったり握ったりすることで食べ物の硬さや温度や食感を体験します。このことが食べ物への関心につながり、自分で食べようとする意欲につながります。4つ目のステップは離乳完了期です。おおよそ生後12ヶ月から18ヶ月頃が目安です。この頃の赤ちゃんのお口の中は舌が自由自在に動くようになります。また歯茎が硬くなり厚みが増して食
食べ物を歯茎で噛めるようになります。硬さの目安は肉団子くらいの歯茎で噛める硬さです。この時期は幼児食への橋渡しの時期と捉えて、1日3回食のほか1から2回のおやつを必要に応じて与えます。遊び食べが目立つようになる頃です。食事に集中しないときはだらだら食べさせず、時間を決めてごちそうさまにして切り上げましょう。最後に食べる時期に気をつけたい食品についてご紹介します。蜂蜜は乳児ボツリヌス症を引き起こすリスクがあるため、1歳までは与えないようにします。牛乳は1歳を過ぎた頃から飲めるようになります。ただし離乳食作りの材料としては1歳前でも使うことができます。詳しくは荒川区ホームページでダウンロードできる離乳食の進め方の資料をご覧ください。ではこれまでのおさらいです。離乳食は赤ちゃんのお口の中の発達に合わせて4つのステップがあります。食べる練習は最初は無理なく1日1回から始め、1年近くかけて幼児食へと移っていきます。赤ちゃんの成長の瞬間を見逃さずに、だんだんと大人に近づいていく過程を楽しんでいただけたらと思います。赤ちゃんは食べる意欲や食べ方に個人差があるので、思うように食べてくれないと感じることがあるかもしれませんが、この時期は食べる量より生活リズムを作ることや、いろんな食材を経験することの方が大切です。また離乳食は手作りだけでなく、ベビーフードなども上手に使い、食事の時間が赤ちゃんも大人も楽しく過ごせるようにしていくといいですね。子育てハッピー講座で使用している資料は荒川区ホームページからダウンロード可能です。離乳食のことでお困りのことがありましたら、荒川区保健所健康推進課栄養担当までご連絡ください。